どうもこんにちは、なっちでございます。お久しぶりです。いやー、長い2週間でしたね。とりあえず申し訳なかったです。2週間、6月の末ぐらいかな、福岡に、ライブを見に行った後から、その別のゲームのイベントが始まってしまって、まあ、1回だけねドロシーの動画を出したんですけど、それ以来はもう本当にお前生きてんのかっていう感じでございました。まあ、そのイベントの話とかはまた別のね機会にするとして、とりあえず今日から復活していきたいと思います。でその間にね、ラーとかね、あと FF とかいろいろあったんですけど、まあ、とりあえず今回ラーを使っていこうかなってことで、まあ、最近ねよくやってるこのシリーズ、昔強かったパーティーを強化してみようっていうやつです。ラーで言うとね、まあ、オロチとかイースとかかなが入ってる時代もあったんですけど、まあ、やっぱこの攻撃ゴリゴリパーティー、特にバータですね。このバータを編成することによって6ターンでドロップリフレッシュ、欠損がねしにくくなるよっていうパーティーが流行ったんですよ。あとは諸葛亮の火力だったり読みの延長だったりとかありました。でおでんはね、ちょっと今の環境だとちょっと無効貫通だしな、こいつはちょっと使えない可能性がありますが、まあ、当時は入っとったんで使いましょう。では行きましょうかね。結構ね、2週間の間にやってなかったわけではないので、こいつも交換したり、あと、降臨ラッシュとかね、結構やってましたね。よし、行きます。ちなみにランダムは触れておりません。で、あともう一個告知があります。ファンイベントの方ですが、今ね、二次抽選が始まりましたので、ぜひね、お暇な方というか、まあ、来れる方はぜひ来ていただきたいなと思っております。結構一次抽選は当選したんだけど入金してないって方もいたりしたんで、まあそのパズドラとかもね会場でやろうと思ってますので、マルチとかねよろしくお願いします。行きましょう。いろいろ話したいことがある。2週間分の思いがあるんで、異形じゃん。ちょっと大丈夫かこいつ、ダンジョン忘れてるよ。どこがどこか、ここだよ、そうだよ、裏で裏。ラードラ勝ったんで今回も勝ちましょう。ただ今回の場合はそんなリーダーもね強くないんだよね。欠損がさ、そう5色絶対必要だし、まあ、6コンボで軽減は助かるんだけど、今回はねそのサブが極端に強いとかではないので、どっちがいいんだろうね。サブが強い方かリーダーが強い方かね。やっぱ5色絶対に必要っていうのは大変だと思うんだ。覚醒無効がそもそもねしんどいよね。ヨミちゃん使っちゃおうかな、下手したら負けるんで。いやこれ回復できるの結構熱いんだよね。とりあえずこの木さえまあ忘れなければってとこかな。いきます。火を組んで、まあ延長もねついてるんで、ゆっくりとやっていくよ。他のドロップ忘れたよ。441倍、なかなか出ますな。で10コンボ強化あるんで、今何のコンボ加算が入った？なんかポンポンって言わんかった？いや風琴 TV はまずいですね。あ、5色で1コンボ加算で2コンボ加算、なるほどね。10コンボ強化を生かしやすいと。なるほど、それはちょっと見てなかったな。しっかりそんな効果があったんですね。待てよ、もう一回、えい、そこで止まる？そこで止まっちゃうか。ただこれ10コンボ強化出ると、ラーはね7コンボ強化持ってるんで相当火力が出ますね。非常に良き性能しております。しかもチーム HP 強化2個持ってんのか、いいキャラクターじゃないですか。でしかもガードブレイクもあるんで、今後ね5回ガチャ引いてとかいうシリーズで引けても嬉しい性能かもしれません。 OK、 意外といい感じ。ただバーチの目覚めによって欠損がしやすくなってしまったりするんでね。諸葛亮とかねエンハンス使わないからね。攻撃タイプ、まあおでん、
3人か、その3人ぐらいか。いや、ここきついよ。ここ相当きついよ。まずいね。おでんで、おでん使って毒にしちゃって、いや、そもそも毒なんて効果は多分この状態ではないんだよな。ないよな、そうだよな。まずい。バータを使うしかないか。バータ使いましょうかね。サンバーストナックルでまあ、この真ん中を落としてもいいんですけど、それでもね、状況が変わるとも思えない。で、バータ使ったところで状況変わるとも思えない。なら真ん中を確実に落としましょう。で、この後は割合のはずなんで、一旦割合受けまして、あ、そうか、お前も延長があんのか。まあ、あわよくばね、降ってきてほしいんですけど、そんなうまくはいきません。欠損していません、OK。欠損してないならいいんだ。ここでね、ここで欠損するかと思っとったんですよね、どうせ。これはラッキーってやつです。OK。ただこの後は根性で耐えるんだよね、きっとね。すごいコンボ。ランダンとかでやれや。おい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 。20コンボ。何やっとんねん。まあまあまあ。あ、遅延とかあるんだ、それ。知らんかったわ。欠損しましたね。しちゃいましたね。キトロップさんお願いします。ナイス LG。 いいな、10コンボ強化出やすいのいいな。また木が欠損か。頼むよキトロップさん。おーちょちょちょん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 、あと24ターン。いや辛いよ、このパーティーでこいつをさちみちみ殴るの辛いと思うんだけど、勘弁してくれやマジ。ほらペインじゃん。ペインするんだって。あかん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 。ここまで来るの結構しんどかったのに、どうやらここで我々は終わりのようです。色を組んだら全回復して発狂され、組まなかったら組まなかったで回復力が足りず、回復力そもそも足りてないよね。軽減ここで入るとはいえ1万2000だもんな。まあ、その遅延がねうまいことあと20ターンぐらい続いてくれればいいんですけど、遅延は遅延でさらに遅れちゃいますから。色が決まってしまった。10コンボ強化発動してしまった。はい、ペインです。色がありません。これは出るしかないですね。いやー、スターリングはね、ダメだよ。本当に。もうなんか、どうせ出てくんならドロップしてほしいよ。あいつら。思いません？なんか、ね。ただただこっちが辛いだけ。みたいな。僕はそう思いますけどね。ドラゴンラッシュでドロップするぐらいなら進化前でもいいから落ちてもいいんではないかと思いますけど。爆弾色があります、地味にあります。まあ気を取り直してねやっていきましょう。ただまあスターリング出たらやばいんだなってことは分かったんで、まあスターリング引けまあ、スターリング引かずにどこまでいけるかなっていう挑戦かな、これは。いや、どこまでいけるかはダメですね。勝ちましょう。毎回ここで欠損するやつどうにかしてほしいな。色が降ってくる、ありがてえ。さっきよりかは順調に来てますね。まああとはあそこの3分の1やな。また木が欠損。
いやもういいよ、スターリングじゃなきゃいいよ。フォークロはちょっと、あ、フォークロはでもいいよ、お願いします。何がしたいのマジ、何がしたいのこの生命体。はい、そのリーチ武器だからダメとかじゃなくて、何をつけても多分溜まってないんだよね、あの時点ではね。いやマジ次は頼むぞ、次はな、もう次あいつ出たら心折れちゃうからな、頼むぞ。お邪魔せいせい、ナイス。結構ねエンドラでスキル使っちゃいましたね。お邪魔がなんか中途半端に弾いちゃって、結構耐久厳しかったです。バータとラーを使ってしまったんで、まあすぐ帰ってくるところがねこいつらのいいところではあるんですけど、またキドロップ欠損しとるし、さあこの動画に進展はね発生するのか、それともスターリングが意地でも出てきてここで終わってしまうのか、できれば進みたいんですけどね。今後勝てないと分かっていてもできれば進みたい。さあ夢は叶うでしょうか。はい、もうこれ以上進むなってことだと思うんだよね。いいですよ、分かりましたよ、分かりましたよ。はい、ということで、まあ、約30分間ね、挑み続けましたが、まあそこから先には行かせないよということでございました。まあスキル貯めるポイントもねないんでね、あんまり耐久力ないんで、でここリーチじゃなくてもちょっと厳しいと思うんですよ、ターン的にもね。そもそもこれ以上行くなということでございました。マジ何なんだろうなあいつな。ってことで、またなんかねキャラクターが進化した場合はね、こういう感じの編成でやっていきたいと思います。はい、ということで以上ナッツでございました。またよろしくお願い、よろしくお願いしますってなんだ。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。